こんばんは。12月のバトルクイーン鬼塚真希です。今年最後のマヨバカは番組の恒例企画、もしもガールズが芸人のマネージャーになったらです。お楽しみに。それではマヨバカ始まります。人々が寝静まる中、この番組は始まる。こんな時間だからこそ出演する情緒あるアイドルたちを優しく見送る男がいた。そう、ここはアイドルたちの始発駅。はい、本日のゲストを紹介しましょう。レインの皆さんです。お願いします。ビジュアル系ロックバンド、一度聴いたらその人を離さない悪魔的な魅力でライブシーンを中心に活躍しています。さあ、個人の自己紹介よろしくお願いいたします。はい、ギター田野です。よろしく、はい、お願いします。そしてその隣、はい、ボーカル生駒です。お願いします。はい、お願いします。そしてその後ろ、はい、ベースの龍二です。お願いします。はい、お願いします。そして、はい、ドラムの梶原です。お願いします。お願いします。はい、決めるよ、決めた。これレインというバンドはどういうコンセプトでやってるんですか？なんか最初は、うん、そのそれこそ悪魔的右ストレートみたいに言ってたんですけど、うん、今はまあその悪魔的なすごいっていう意味を持って、うん、なんかすごいラブします。すごいライブしてます。すごいライブ。言うたらもう濃いバンドですよね。そうですね、薄いか濃いかって言ったら濃いよね。皆さん今年はどういう1年でした？レインの皆さん。まあそうですね、もう本当さっき言ったように、うん、もうライブライブライブの1年だったと思いますね、うん、そうか、ね、もうライブ活動、はい、もう四方八方、うん、もう下の方から上の方まで上の方までね、はい、言い方がエロいな。そっか、はいはいはい、はい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 、どういう一年でした？いや、そうですね、個人でもいいし、レインでもいいし、個人でいきましょうか。個人でいこう、個人でいきましょうか、はい、うん、そうですね、あでもその晩酌に目覚めたという。おお、わあ、いいですね。そうですね、もう一日の締めにちょっと、うん、そのまあ、あ、いいな。大人になったよな、ちょっとな。大人になった1年ですね。あ、今日はもうあのいい企画の時に来ていただきました。はい、本当に楽しんで帰ってください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、アムロ先生、はい、まあ、アムロ先生にも聞いちゃおうかな。魔法の言葉でお悩み解決、電話占いマヒナ最強の鑑定士、番組3代目のご意見番も務めます。そうですね、すごいあの実りの多い年だったなと。あ、そうですか。そうですね、マヨバカに出てたってね、ちょうどもう1年になってますもんね。ちょうど1年ですね。それもすごい皆さんのパワーですね、すごい若いパワーが自分の中に浸透したので若返ったって言われます。いやー、ちょっと私はそんな方に感じませんけど。マヨバカガールズトーク、イエーイ。もう本当に今年も終わりますが、塩川さん、はい、何かやり残したことってありますか？はい、私はですね、あのウユニ塩湖に行き忘れました。おお、ウユニ塩湖。はい、なんかウユニ塩湖ってご存知ですか？なんかボリビアっていう国にあって、すっごい浅い湖で星空とかがこう反射して一面360度星空みたいになるところなんですけど、そこでこう PV を撮るのが人生の目標で、まあ今年もそこまでこうビッグになれず、あの PV を撮り損ねました。あ、はい、来年ね、来年こそぜひ叶えたいと思います、はい、頑張ってください、はいはい、ということでこんな感じで番組やっています。山辺美恵 MC、 未来のガールズ育成する番組マヨバカ学園、マシュバラにて月3回19時45分からの生放送です。ぜひ見てね。皆さんこんにちは、埼玉県の川越からやってきました夢見どきの青いの担当リーダーの柚木玲奈です。さて質問です。皆さんのお家のハンバーグはカチカチでしたか？レナのお家のハンバーグはカチカチでした。なので小学校の頃から図書館に行っていっぱいレシピ本を見て勉強して、今ではふわふわなハンバーグが作れるようになりました。アイドルといえば
大食い、激辛、ゲテモノ料理なので、いつかそれをミックスしたゲテモノ、激辛、ドデカハンバーグをみんなに作って可愛いお届けしたいと思います。それではマヨバカはまだまだ続くよ。それでは今夜の企画に参りましょう。みどさんお願いします。はい、今回はもしもガールズが芸人のマネージャーになったら、やるよ。はい、はい、どういうこと。ガールズが2チームに分かれて、それぞれ芸人さんのマネージャーになってもらいます。はいはいはい。そして芸人さんの魅力を PR し、その PR がどちらのチームが上手だったかをゲストの皆さんに判定していただきます。だからレインさんはですね、こっちの事務所だったらうまくプロモーションしてもらえるんじゃないかっていう方の事務所を選んでください、はい、ということでまずは委員長チームお願いします。お願いします。さあ、来ました、ベーコーポレーション、はい、来ましたよ、はい、ベーコーポレーションから来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、うちの注目の新人を連れてきたんですけど、注目の新人、はい、芸歴2年目で、はい、なんと現役女子高生です。はい、JK です。 JK で、高校生の、お笑い日本一を決める大会でなんと日本一になったんですよ。すごい、はい、すごいじゃないですか。有本桜子です。どうぞ。あ、もう早速ネタが見れるのか。はい、お願いします。お、じゃあ照明係その2人やってくれる？ありがとう。で、次なんだけど、文化祭だからやっぱり親御さんとか他校の生徒向けに、なんか私たちのクラスを紹介してから白雪姫の劇が開演した方が面白いかなって思うんだけど、その紹介係一人やってくれる人いない？あ、サラちゃんか。いや、全然いいんだけど、サラちゃんも分かってるよね、このクラスで白雪姫やって許される顔面サラちゃんしかいないって。うん、絵じゃなくて一回周り見回して。すみません、めっちゃ噛んじゃったごめんなさい。大丈夫ですよ。すみません、ごめんなさい。大丈夫、大丈夫。すみません、まだ新人なので、まだ2年目なので、トロトロ、これも寝てやからね、トロってなっちゃった何もサポートせんな、この事務所。失礼します。確かにほったらかしか、はい、お願いします。分かってるよね、自分でも。白雪姫やって許される顔面このクラスでサラちゃんしかいないって。それにサラちゃんが出てくるとするじゃん、クラス紹介します、あの子可愛いってなります、開演します、中の下の白雪姫出てきます。サラちゃん、出落ちって知ってる？分かんないか。じゃあ、まあサラちゃん紹介係で OK。 じゃあ最後は白雪姫やってくれる人。あ、3人手上がったか。私たちの意向としてはやっぱりみんなの希望を通したいわけだからさ、3人とも主役やるっていうのはどうね。じゃあ主役の3人を中心にみんなでいい劇作りましょう。頑張ろうね、3匹の子豚。どうもありがとうございました。はい、いいですね。そうなんです、やっぱ芸人フレッシュ、フレッシュね。今学校通ってる中でネタを探してるんですよ。理想の JK と現実の JK を比較するネタっていうのが即興でできるんで、ちょっと今やってもらおうかなって。そんなんできるの？はい、で私がちょっと理想の JK をやります。やるの？はい、でそれを現実に引き戻す方。ああ、なるほど、かなりね。夏の理想の JK、うん、夏の理想の JK はこんな感じ。はい、はい、あ、暑いな、やっぱ夏はアイス食べたい、かわいい、うん、サティワン食べたいな、暑い暑い暑い。じゃあ現実いきます。はい、おっ、そうだろ、待って、大丈夫、短パン履いてりゃこっちのも。なるほど、まだあるよ、まだ他の、うん、他のパターン、他のパターン。冬です。冬ね、はい、はい、冬いきます。理想の JK、 冬、理想の JK の冬。はい、はあ、寒い、あ、彼氏欲しいな、寒い、マフラーとか一緒に巻きたい、寒いよ、うん、はい、これが理想です。おいきます。はい、現実、
ちょっと待って聞いて、あの多分制服ミニスカートにしたやつ私より頭悪いなるほど、これね俺分かったんだけど、うん、あの理想の演技が下手すぎる。ごめんなさい、ちょっとすいません。メインの皆さん、さあ桜子さんね、ネタも見ていただきました。嫌だったんですよ。もう何もだって怖いじゃないですか。怖くないよ。怖いと思うやろ。いい笑顔してますよ。いい笑顔。後ろにいると思ったらもう口回らなくなっちゃって。え我々のせいだった。メインのせいにすな。僕は、高校生だった頃をこう思い出しながら見てたんですけど、いやなんかこういう方が学校に一人いたら、すごい学校楽しそうだなって思いました ね、うん、そうだね。あすごい嬉しい。みんなの前にネタやったりしてたの？いやしないですね。引っ込み思案でしたもんね。あめっちゃくちゃ引っ張り思案ですね。引っ張り思案。そんなことは初めて見た。間違えた。アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、鈴奈さんね、今日はどういうご相談ですか？はい、はい、私2つのことが同時にうまくできなくて、あのチェキ会の時に、チェキ会をやってるんですけど、あの写真を撮るの？あ、そうです、写真を撮って、そのチェキにサインを書くんですけど、その時にあの話しながら本当は書きたいんですけど、なんかどっちかしかできなくて、なんか効率よくあまり2つのこと同時にできなくて、すごいその相手の話をちゃんと聞こうっていう気持ちがあるので、そっちに意識がね向いちゃうんだよね、でも全然悪いことじゃないんだよね。そうなんですけど、なんか時間が限られているので、話してて、書く時間なくなっちゃって、いつも名前とありがとうしか書けないみたいな、その話してた方がいいのか、せっかくと物を物が残るものを取ってるから、その残るものにちゃんとメッセージを書いてほしいのか、本当に自分が伝えたいことっていうのを伝えるときは、あの無理してその両方のことをやろうとして、あの言いたいことが、伝わらないよりはいいんじゃないかなと思うんだけど、それはもうすなさんが選べる、今日はカードからねメッセージをもらいたいと思うんですね、なんですなさんに1枚ねカードを引いてもらおうと思います、これ、じゃあこのカード、カードはね今の状況でちょっと自分が前にこう出ていく感じ、自分が今やりたい2つのことを同時にするしたいのであればちょっと一呼吸を置く、一瞬間を置くって言ったらいいのかな、お話を聞いて相手に振ってその間の時に書くとか、これってもうやり方なのね、メッセージは伝え方や方法をその都度選択していくことで相手とのつながりが見えていく。お大事にしてください。ありがとうございます。はい、やってみてくださいね、ありがとうございました。ありがとうございます。今月のバトル第4位、福山すずな。さあ続きまして、もう一つのクソ事務所でございます。はい、どうぞ。イエーイ、お願いします。お願いします。お願いします。スタッフの方が芸人より濃い濃い。はい、最近オニプロに所属した超一押しのコンビ。最近所属したのか。最近所属しました。チャーミングチャーハンと言いまして。チャーミングチャーハン、あれ聞いたことあるな。最近オニプロに、入ったの。そう、移籍してきました。俺経営出身じゃなかった。そのチャーミングチャーハンなんですが、中高大学の同級生でそのまま
結成した8年目のコンビです。8年目、はい、結構やってんだ。そうなんです。8年目にして鬼風呂に入ったんだね。そうなんです。いただきました。もうちょっと我慢してくれるのかったかな。はい、はいはい、そしてコンビ名なんですけど、あの京都にあるあの中華料理屋さんから取ってチャーミングチャーハンになったそうです。なるほど。今回はその渾身の家族ネタを、お前の芸人みたいだよ。はい、早速披露していただきたいと思います。そうだな、お願いしますよ。どうぞ。はい、どうも、はい、どうもチャーミングチャーハンです。よろしくお願いします。いやあのね、はいはいはい、ちょっと来月ね、実家帰らなあかんかもしれないよな。実家、うん、あまだなんでよね。あの今年80になるおばあちゃんがちょっとボケてきててさ。あ、それちょっと心配やな。いやこの前も電話かかってきてんけど、はい、もしもし私の娘の息子かって言われてな。えで俺がいや孫って言えやって言うて、ほんならおばあちゃんに変わりますねって言うから、いやお前誰やってんって言うたん。めっちゃボケてきてる。めちゃくちゃボケてきてるやろ。え、何そっちのボケ。いやでもすごい心配なんよな。心配せんでええわ。めちゃくちゃ頭さえまくっとる証拠やから。いやでもこの前会った時もさ、最近ねおばあちゃん夢ができたんですよ、コンビニの店員やってみたいんですよね、漫才の入りみたいなこと言うよ。俺がいやコンビニの店員でも難しいね、じゃあちょっとやってみようか。なんでノリノリやねん。あ、こんなとこに新しいコンビニができてんな。ウィーン、すいません、ラーメン一つ。あいよ、特製ババラーメン一丁ってドアホ。いや、わしゃコンビニ居抜きでラーメン始めた新進気鋭のやつか。おばあ、ツッコミますね。たこいツッコミからノリツッコミまでしてるやんか。いや、おばあちゃん面白すぎるわ、もう。ほんまに？もう俺らチャーミングチャーに入れて、もうトリオでやるやん。あ、トリオ、ね、で、おばあちゃんの都市的にもプレイヤーはあれやから、作家で入ろうかな。明日から届くわ。どうもありがとうございました。あ、どうぞ。いやガヤの笑いがうるさい。あの M1 グランプリの日に毎回不思議なことが起こるらしいです。お前なんで今日日本語ペラペラやん。お前先週まで片言やったやねん。3年前だったんですけど、はいはい、M1 の予選の当日に2人であのネタ合わせしてたんです、新宿で。でほんならなんか見たことあるような人が見えて、すごいこうオーラのある、で近づいてみたら河本宏斗さんやってるんですよ。ブルーハーツのすごいよ。そうであのこんな人まあ会わないじゃないですか、道で。でうわこれはええことあるわっつって出たら、もうほんまに人生で一番ぐらい受けて受かったんですね。おお、はい、一番受けて。そうなんです。でその次の年またネタ合わせしたら、かぐやさんからミノモンタさん出てきたんですよ。高級会社に乗り込みミノモンタさんで、ミノモンタさんも合わないじゃないですか。まあ、金ねえな。絶対受かるやんってなって受かったんですよ。で今年、誰か合わな合わなって、佐賀さんと、まず佐賀さん、まず佐賀さん探して探したらクリス松村さんに会ったんですよ。落ちました。2回戦で落ちました。なんでか分かんないですけど、実力かもしれないですけど。お前ちょっとディスってるやん。あらー、かわいい。そんな川原さんなんですけど、あの元カノのことを7年間も引きずっていて、その元カノのポスターを今でも部屋に飾ってるそうなんです。そうです。ポスター、あのタレントさんじゃなくて普通に一般人の女性なんですけども、あの外苑前になんか美術館があって、そこに行ったらなんか等身大のポスターを無料で撮ってくれるみたいな時に、その元カノと昔行きまして、そのポスターを今でも家に保管してますね。だからもう純愛ですよ、僕言ったら。やべえやべえ。どうでした、お二人のネタはどうでした。ネタですか。いや全然本当に面白かったですね。素で面白かったです。素で面白かった。ありがとうございます。コンビ名で笑えるってすごいなと思って、チャーミングで笑かしてな、ね、い、笑える。あれなんですよ、さっき楽屋で聞こえてきたんですよ、チャーミングチャーハンさんみたいな。マジでみたいな。そんな名前知ってるのね。全員さんに比べたら実際にあるんですって、そのお店を。みたいですね。鬼風呂、はい、もう言うことないですか。そうですね、もうとにかくもう仲良しの2人で、今8年目で、これから来年もっと売り込んでいきたいんで、よろしくお願いします。絶対ないよ。お前ら今何適当に喋ってたな。適当に喋ってたな。真剣に気持ちを伝えたいと思って。もっと大事にしろ、タレントおるな、これ。いやいや、そういうことないです。本当に一押しなんです。結果発表。
のチームにマネージャーを務めてほしいのか発表をお願いいたします。勝者鬼プロさん。鬼プロ、もう本当に演者さんはもちろんあの、はい、どちらも素晴らしかったんですけど、はい、そのちょっとリアルなんですけど、リアルでお願いします。プレゼンをしてくれてるわけじゃないですか、はい、それを話してくれるときにちゃんとこっちメンバー見せてたんですよね、はい、審査する人たち、はい、なんか本当のプレゼンっぽくちゃんとこう訴えかけてくれたっていうのが、はい、伝わってきたんで愛を感じました。愛を感じた、うん、はい、僕はですね単純に名前がかっこいい。ああ鬼プロ。まあ愛さえもなれんよな。はい、鬼塚の鬼なんですけどね、ただ。はい、見事。はい。見事鬼プロ勝利ということでございます。ありがとうございます。面白い二組でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、レインさんのお知らせはここでねしっかりとやってみましょう。レインですね。12月、今月ですね。はい、シングルをリリースしまして。うん、でそのシングルを軸に来年1月2月3月でワンマンツアーを回るんですけども、全国、はい、全国行ってくるんですけども、うんうん、その、ファイナルが大阪なんですよ。東京のバンドなんですけど、大阪でファイナルをするところで心斎橋のビッグキャットっていうライブハウスがありまして、うん、はい、そこでファイナルをしようと思うので、あの、まあ、関西の県の方もいらっしゃることですし、うん、よかったら関西の、お笑い好きの方もですね、あのビジュアル系多分あんま分かんないと思うんで、うん、あのこれをきっかけにぜひ、ビジュアル系ってどんなかなっていうのを触れてほしいなと思います。はい、フレンの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。どうもありがとうございました。薄毛芸人界のトップを目指せ、ザ・トップケンプリックス芸人グランプリ準決勝大会。ケンプレックス芸人たちがトップを目指し1年かけて競い合うネタバトル。優勝賞金50万円。特別賞は来年のコーナー MC と植毛手術をゲット。栄光を手にするのは誰だ。今回は初月チャンピオンのハイハイさんです。どうぞ。ちょっと聞いてもらっていいですか。何、どうした。いや、僕思ったんですけど、分かった。あ、やっぱ分かんない、うん、でしょうね。聞いてないの。ちょっと聞いて聞いてない。聞いてさ、あ、分かった。いや、何、あれだ、髪型変えたんだろ。いや、変えようがないんでしょ、これ。あれ、分け目変えた。分けてねえわ、一つ。これ分けてとしたら010だよ、これ。010。ショートカットですもんね。ショートすぎる。何こういった。いや、僕ね、あの最近ちょっと体がなまってるんで、うん、ちょっと運動したいなと思いまして。ああ、そう、うん、いいじゃん、運動したら。いや、まあ、ウエア持ってないでしょ。まあ、守ってないですけど。どうする、上は持ってない。いや、持ってない。あ、分かった。じゃあ、お前家の近所で小学校あんだから、うん、それ夜中に忍び込んで、うん、ブルマ借りてきちゃえよ。やばすぎるよ。ブルマ借りちゃえよ。なんでブルマ側なの、ユリの。好きだろ、ブルマ。いや、好きだろじゃないのよ。いや、そんなことしたら絶対こうなっちゃうから。いや、お前そうなっちゃうんだ。俺だってお前相方なんだからこうなっちゃうよ。どうなっちゃうのよ。そしたら俺こうなっちゃうよ。そしたらお前どうなっちゃうよ。こうなっちゃう。そしたら俺こうなっちゃう。なんだこれは。何がしたいの。何がしたいの。いやいや、俺は運動がしたい。じゃあ、今走れ走れ。走ればいいよ。走れって言われても。いやいや、もう今ほら、今走れないよ。今だよ。1についてよーい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。最後衝撃やったな。それではガールズの皆さん、順位を決めてください。90秒なんてこんなギュッとしたハイハイさんのネタなかなか見れないですよ。そうね。じゃあ、それでは結果発表です。まずは今月の出演芸人さん全員に登場してもらいたいと思います。はい、お願いします。じゃあ、それではガールズの皆さん、順位の発表をお願いします。こうなりました。ドン。錦鯉さんになりました。ありがとうございます。10をパーンってやるところが、うん、なんか衝撃すぎて私的に、うん、なんかびっくりしました。ごめんなさい、これ一回押さえておいてください。何に使うんだよ。これいい。何に使うんだよ。ザ・トップの錦鯉さんは3月の決勝大会に進出です。はい、おめでとうございます。はい、来月のザ・トップケンプレックス芸人クランブリ準決勝大会、お楽しみに。お楽しみに。復活枠塩川ホタテ。
第81回マヨバカールズバトル結果発表。今回生き残ったのはこいつらだ。クソ真面目な不健康シンガー鬼塚真希、最近一人はいるタイプルナッチ星、海から生まれた白波瀬カイラ、学園枠からのリアル JK 奥山すずな、歌って踊れる魚介類塩川ホタテ、来週からは新メンバーを含めたこちらの8名でマシバラバトル。果たして生き残るのは誰だ。詳細はマヨバカもしくはマシバラホームページをチェック。今週のマヨバカ貢献度ランキング第1位はここからです。鬼塚真希、おめでとう。あなたはマネージャーになったらによって大きく貢献いたしました。ここに感謝状を贈呈いたします。令和元年12月季節原口あきまさ、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。もう今年最後だったんで、もう絶対勝ちたくて、はい、うん、そうですね、うん、今年最後でしたもんね。そうですね、めっちゃ嬉しいです、うん、今年1年もう終わりますよ。また早い、早いですね、早いです、三浦さんいかがでした、うん、1年振り返って。そうですね、まあいろんな意味で心機一転頑張れた年でしたね。ああそうですか、はい、いろんな意味で、いろんな意味で、なんかありましたっけ三浦さん、いろんな意味で。いろんな意味で、別にだって結婚して幸せ、あ失礼しました。はい、1個ついておりました。そうなんですよ。でもまあ心機一転なので、うん、はい、とってもすがすがしく過ごしてましたね。なるほどね、はい、あ、すいません、できれば番組のこと言ってもらっていいですか。さあ先生、鬼塚どうだった。いや私1年また今年も残りましたね、はい、1年残らせていただいて、はい、今月から4年目に入ったので、はい、もうそろそろ、言われる前に今ちょっともう入ろうかな、言われるかなと思って、ね、みんな大体卒業していってるよね自ら、うん、大体藤田えなちゃんは、それはもうそろそろ私いいかなっつって。あ、そうなんですか。そうですよ、私はもうちょっと違うね、あの頑張り方しますって、うん、あ、そしたらもうめちゃめちゃ売れましたよ、うん、売れましたよ。あ、そうなんですか、うん、だからここにいると売れませんよ。そうなんですか。うん、早く出た方がいいですよね。誘導してるわけではなく、そうなんですか。あなたのこと思って言うてるんですよ。そうなんですか。そうで、藤田エナは卒業して売れました。売れました。倉持ゆかも売れました。卒業して、あなたはずっとこの番組にしがみついてます。そうですね、しがみついてる部分は正直あるんですけど、出ながら増やしていきたいっていうのを私ずっと思っていて、増えたりのちょっとずつなんですけど、一応増えてはいるんですけどね。あ、そうなんだ。そうなんです。やめた方がグッと上がるんじゃん。とりあえずちょっと2020年もちょっと、うん、頑張るの、私は出たいなと思ってはいますので。そうですか、はい、ました、よろしくお願いします。でも皆さんがね、それで投票してくださるからいるので、うん、そういうことですよね。人気がある、そうそう、ね、人気があるってこと、そうそう、そういうことですよ。先生ナイスフォローです。ありがとうございます。今年も皆さんの応援のおかげで、放送することができました。来年もまた皆様のお力をお貸しください。よろしくお願いします。真夜中のおバカ騒ぎ、今年はこれにて終了でございます。皆さん、それでは、良いお年を。